いということで今日から食事 Vlog を撮っていきたいと思います。今から綾乃とあさみちゃんとランチ、綾乃に運転してもらいましたじゃあランチに行きます。私も肉で、肉にしました。いつもとカメラ違くない？変えたじゃん。可愛いって褒めてくれたのに。可愛いこちらのワインを昼から飲んじゃいます。イエーイ。うまっ。めっちゃ美味しい。美味しい。上原のボルトというカフェに来ました。あさみちゃん今お会計何でしました？スイカです。私はがスイカをバカにした。え、バカにしてんじゃないよ。理解ができないの。だって何のお得さも一つもない。ペイペイってさ、スイカそのままさ、すぐさクイックペイで払えてさ、ペイペイはさ一回開いてから。え、じゃあなんでクイックペイじゃないの？クイックペイはサイドをクリックしなくちゃいけない。スイカは押すだけでこうやってかざすだけ。え、ね、そうだよ。全部クイックしてたよ。全部クイックしてた。次はソータルト。美味しそう。オープンしたばっかりのソータルトです。2店舗です。2店舗と。めっちゃ詳しい。全部知ってる。全部知ってる。私はマンゴーです。美味しそう。違う。はい、帰ってきて今ご飯を作りました。ご飯作ったの後で見せるんですけど、今から早見が遊びに来るので今日はカレーにしました。よく食べて、よく食べて、よく食べてる。はい、今日のご飯です。イエーイ。早見が来たよ。美味しそう。イエーイ。美味しそう。輪郭かな。ありがとう。いただきます。いただきます。と揚げ浸し。和洋折衷。和洋折衷でいただきます。ミスドを食べます。私はこのエンゼルフレンチを食べます。5を超えなきゃいけない。みんなで勝った。道によるな。はい、アウター。アウターだから。まだ出してないもんね。どんな分かりやすいアウターいない。というわけで今日は撮影に向かってます。ネイリーの撮影で、YouTube の撮影で、今日のリップ、リップマエストロサテン一番です。でも先にちょっとリップバーム塗ってからだからツヤっぽくなっていく。それがかかるんです。というわけで。シピーでネイルをしてもらってます。ネイリーの撮影です。顔映さないから皆さん顔映して よかったらしいありがとうございます撮ってもらってます完成しました。見えるかしら。すごくかわいい。はい、ということでアイスのソイラテエクストラショット、今からランチを、マイルズが原宿に来るので一緒にランチをします。麺チラシに来ました。うん、嬉しいですか、麺チラシに来られて。梅豚のおうどんです。わーい。エプロンあ、お願いします。マイルズがちくわ店で、私はエビマル。これがランチ今日。ありがとうございます。ねえねえ、ちょっとちょっとお仕事中の桃奈々ちゃんをたまたま発見し、抜き打ちファッションチェックを試みております。たまたまクロックスのイベントやってて、ナナちゃんがいて遊びに来てみた。すごいいっぱいジビッツがあって、ラベルの
何にしよう、赤にしたんだけどさ、こういうのつけても可愛い。何にしようかしら、選んでるの。 This is Nevada とのコラボもあるんだって。このお友達がやってるジュース屋さんのジュースが飲めるの、めっちゃ美味しい。完成、じゃじゃん、めっちゃ可愛いじゃん。今日の格好に普通に合ってる。なんかこの間ユニオンっていう原宿のお店の香りがすっごくいい香りで、どこのです、何ですかこれはと聞いたら、なんか店員さんが名前をど忘れしちゃって、なんだっけみたいになってて、でインスタのあのストーリーでみんなに聞いたら、それポプリですよって言って、したらあのユニオンで使ってるブランドのものを教えてくれて、じゃじゃん、ちょっとこれさ、ちょっとボールに対して大きいんだけど、こういう感じでちょっと湿らせてんので、これはユニオンで使ってるやつはサンタマリアノベラのポプリ、一種類しかなかった。すごくいい香り。もうすぐ6時で、今日は夜ご飯は蒸し野菜にしようと思ってたんです。そしただけど、そういえばマイルズの実家でご飯するの忘れてて、しかも私がマイルズのお母さんの手料理食べたくて、めっちゃ美味しいのね、食べたくてリクエストまでしてたのに、マジ危ねギリ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 ってか、まあ昼過ぎご飯食べた後に、えっていうか今日実家じゃないって、お母さんにご飯作ってもらうんじゃんっていうのを思い出して、最低でしょ、最低な嫁でしょ、自分で言っといて忘れるって。まあ、忘れてはないんだけど、忘れかけてて、でだけどもうすぐ6時で早く食べたいんですが、ポンデリング食べちゃう、だから3キロも太ってキープしてんだと思うのよ。美味しいポンデリング。今日はすごく眠いので、もう実家でご飯食べたら速攻で寝ようと思って。そしてこういうものよく YouTube で食べてる気しない、なんか菓子パンとか小麦粉の甘いものとか美味しい。珍しく後ろが閉まってる。じゃあ今ちょっと仕事して、まだ全然終わってはないんだけど、半分ぐらい終わらせてご飯に行きます。今日のディナーです。お母さん手作りのリクエストしたレタス包みと、なんか京都のお土産と、ホタテのエクソージャン炒めと、もやしサラダと、うちが持ってきたあの昨日の残りと、タコキムチ、いただきます。 あとやっこだ、やっこ、薬味がけやっこ。桃です。杏仁豆腐、またポンデリング食べた。夜10時、太っちゃったのな。今日は久々にアビブのクリームマスクをつけてみた。このこっち側が全くしつかない。これ本当に今韓国に全くなくて超欲しいんだけどね。もうどこオリーブヤングどこ見ても、他のオリーブヤング以外のとこ見ても売ってないの。どこで買えるんだろう。はい、じゃあ今日も寝ます。おやすみ。久々のイーちゃん、かわいい。見えてるの、アリさんみたいにもらったお洋服だよ。え、これ本当、全然気づかなかった。よかったね、マジで。あれ直立して横向いて、サラダをみんなでシェアとスコーンです。あとアイスのソイラテを飲んでます。確かに。はい、今からみんなでシールームの展示会に向かいます。この帽子がすごくかわいい。オーダーナヨンちゃんみたいに見えるでしょ。
シャネルでみかんジュースを飲みました。なんか本当にさ、 YouTube 回してる時にシャネルを買うことがめちゃくちゃ多いんだけど、なんとね、今日イーちゃんがシャネルでお目当てのものがあって買いに行ってて、見に行って、で私もちょうど欲しかったやつが入荷してたので買ったんですね。最近頑張ったし激務があったし買っちゃえみたいな感じで、まあ欲しかった狙ってたやつなんだけど、でね、あのチョーカーを前から結構担当さんに出してもらって探してて、でまあそんな絶対これがいいみたいなのがなかったから特に買ってなかったんだけど、今回その担当さんが絶対これ上野さん好きだと思ってって見せてくれたのがね、めっちゃ可愛くって、でそれをイーちゃんがあの男前な感じで、あの結婚祝あげてないから結婚祝でプレゼントさせてって言ってくれて、くれたの、イーちゃんが買ってくれたの。じゃあ見せるね、みんなにも。じゃあめっちゃ可愛くない？でこれキラキラアプリを使わなくても、キラキラアプリかのように光ってたんだけど、ちょっとこっちのカメラじゃ分かんないか。まあそんな感じでキラキラのシャネルのチョーカーをイーちゃんがプレゼントしてくれたの。ありがとうイーちゃん、本当にアップだった、すごい。で今日すごい嬉しいことがあって、私が昔から見てる、自分が普通に一視聴者として見てるタレントさんが、もう一応名前を出さないでおくんですが、たまたまシールームリーの展示会に行く前にあの声かけてくださって、でもちろん私も知ってるし、さ見てた人だったからさ、なんかああみたいな、なんか勝手になんていうの、知ってる気でいちゃってみたいな、でなんかああこんにちはみたいに言ったら、なんか YouTube とかいつも見てくださってるそうで、でなんか今一番会いたかった人なんですみたいな感じで言ってくださって、めっちゃ嬉しいじゃん、でへーみたいな、私もすごいテンパっちゃって、それ で一緒に写真撮らせてもらってみたいな感じだったんだけど、なんか自分がこうさ見ていた、それこそちっちゃい頃ってでもないけど、若い頃からテレビとかで見てたような人がこう話しかけてくださったり、私のことを知ってくださってるってさ、すごいことじゃない普通にって思うので、すごいなんか嬉しい気持ちになってなりましたというお話でした。じゃあもうこのシャネルをつけちゃいます。ほら見てください、皆さん可愛すぎませんか、これちょっと私の首元がとっても可愛くなりました。はい、そんな感じでハッピーハッピーな金曜日。バッグはまだちょっと開けない、ちょっとマイルズに手元を取って、あとね自然光が欲しい、今日雨だから撮れないから、まあ明日ぐらい、明日晴れたら明日撮ろうかなと思います。じゃあ今からちょっとお仕事して、この後また展示会とあと松葉に行くので、まずはお仕事したいと思います。昨日薄豆を食べて、私って菓子パンばっかり食べてるわーなんて話してたんですけれども、菓子パン今日すごい朝太ってたのにまた食べちゃう、お腹空いちゃった、やっぱ昼サラダだったし、息子も食ったっけど、息子また菓子パン食っとるやんって、やっぱりちょっとお腹が空いちゃって、一昨日3日前ぐらいに買って、もうだいぶ具合多分悪くなっちゃってるだろう、カカオニブパンを食べます。はい、というわけで今から松江区に、あ、松葉に行きます。なので一回化粧を落として、渋谷に来て、まつげがやばいので、今日はアイラッシュルーム101でまつげをきれいにしてもらいます。道玄坂松橋に行ったら担当の小前ちゃんが、見てめっちゃ可愛いお花を、あの結婚祝い渡せてなかったからと言ってくれました。ありが、見てめっちゃ可愛い、センス良すぎこのお花、本当にキャー、ありがとうございます。今日の我が家はやばいです、残り物と焼きそばです。いただきます。仲いいお友達のケイスケって子がいて、スタジオザブルーボーイっていうブランドをやってるんだけど、クッキーが出たらしくて、クッキーとあとお香がうちにもめっちゃあって、3つもあるんですが、これとこれと、すっごいいい香りなの、このスタジオザブルーボーイのお香で、大好きでよく炊いてるんですが、これのパッケージが変わったらしくて、じゃん、炭のこれはね、確かね、この間
話してくれたんだよね。この紙もこだわりが詰まったパッケージの紙になってんだって。それのお香を送ってくれて、もうやっぱ本当にいい香り。でもこれかい、あ、パームリーダーっていう香りかな。今炊いたんだけど、めちゃくちゃいい香り。こんな感じで炊いております。じゃじゃーん。で、いただいたお花も飾りました。かわいい、めっちゃかわいいんだけど。見てこの、あのラグがね、すごい人気なんだけど、これもそうなんだけど、ラグの、やばい、私ラグの色出してないわね。なんか作ってあげるよって言ってくれて、色を送ってない。これも、素敵なクッキーです。ダイエット中なのに困っちゃうわ。ありがとうケイスケ。お香もとってもいい香りで、全部ケイスがこういうのもデザインしてる。イエーイ、ありがとう。クッキーを今食べてる。美味しい。せっかくご飯残り物にしたのに、美味しいんだもん。しかもすごく可愛いので、食べ終わったらだからお香のストック入れにしようかな。煎茶なんだ緑のは。これは煎茶だって、抹茶じゃなくて煎茶。全部美味しいです。